お礼を申し上げまする。はあ、でも素晴らしいですわ。あれ？あそこにいるのってもしかして。すみません。え？やっぱりフルルの風車村で助けてくれたベイルですよね。こんなところで会うなんて偶然だね。また会えて嬉しいです。この前は急にいなくなったのでびっくりしました。ベイルはこの辺りに住んでいるんですか？私、旅をしてるんだ。探してる人がいて。探してる人？私の兄弟。どうしてももう一度話したくて。兄弟を。そうですか。家族と離れ離れなのは辛いですね。何か手がかりはあるんですか？ううん、すごく小さい頃に会ったきりだから顔もほとんど覚えてない。でもね、もらったものがあるの。これ。綺麗な石ですね。私のお守り。これがあれば絶対に会えるって信じてるんだ。素敵です。私も信じますよ、ベイルが兄弟とまた会えることを。でもあまり無理をしてはダメですよ。ほら、足に傷が。こんなのいつものことだよ。結構深い傷じゃないですか。包帯を巻いておきますね。あ、ありがとう。ごめんね、私なんかに。この前助けてもらったお礼です。気にしないでください。それに私たちはもう友達でしょ。友達を助けるのは当然のことです。友達？もしかして嫌でしたか？違うの、私嬉しくて。友達ができるなんて夢みたいで。それにこんな風に優しくしてもらったのもいつぶりだろう。それってどういう。
なさい。もう行かなきゃ。ベイル、交代ありがとう。また会おうね。行ってしまいました。はい、また会えるといいですね。花の一本も持てない御仁だと思われては困るね。よ、いらっしゃい。前田リー。前田リー、よ。前田リー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またいらしてね。来てくださったのね。Thank you.
食べる方が好きだけれど頑張りますね。これをこうしてこう組み合わせれば素敵ね。自分で食べたいぐらいよくできたわ。まずまずの出来事。うん、うまいな。空の上で食べると美味しいですよ。今日の鍛錬はこのぐらいにしておきましょう。神竜様、お疲れ様です。こちらの熱い布で顔を拭きください。さっぱりしますぞ。バンドレ、ありがとうございます。はあ、気持ちいいです。こちらに着替えも用意しております。汚れた服は私が洗濯しておきますので、後で着替えてカゴに入れておいてください。気遣いありがとうございます。でも洗濯ぐらい自分でやりますよ。バンドレには他に仕事もあるのでしょ。私は神竜様の世話係です。遠慮することはありません。でも私は神竜様が眠られている頃からずっとお世話をしてきたのです。君主ともあろうお方がそんなことを気にしては私の立場がなくなってしまいます。面倒事は全て私にお任せし、神竜様は時間を有意義に使ってください。それは嬉しいのですが、なんだか申し訳ないような。神竜様は何も気にされなくていいのです。さあ早くお着替えください。汗びえで風邪をひいてしまいますぞ。綺麗にしてほしいな。優しい手つき、君の優しい気持ちが伝わったよ。ありがとう。君は気が利くんだ。ありがとう。これで堂々と君のそばにいられるな。汚れていると悲しく生まれ変わった気分だわ。ありがとう。
はい。今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。今日はどうしようか。体と相談して今日はどうしようか。体と相談して今日はどうしようか。体と相談今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。かっこいいよ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。おっと。おっと。素晴らしい。おっと。大丈夫。続けることに意味があるんだ。また一緒に鍛錬しよう。この生き物は一体。おお、見つけられましたか、神竜様。バンドレ、この子のこと知っているのですか。あなた様がお目覚めになる少し前より時折姿を現すようになったのです。ルミエル様に伺ったところ、どうやらソラネルの守り神のようなものらしく、古くからここに住み着いていて、ルミエル様の幼き頃に遊んだこともあるとか。母さんの幼い頃に。ずいぶん長い間生きているのですね。なんだか親近感を覚えてしまいます。この者も神竜様のことを気に入っているようですし、よろしければお世話をして差し上げてはいかがでしょう。
ソラネルの守り神であるのなら何かご利益があるかもしれませんぞ。そうですね、せっかく出会えたのですから仲良くしたいです。この子の名前は、この名で呼びましょう。これからよろしくお願いしますね。名をもらって喜んでいるようです。今後を見かけたら話しかけると良いでしょう。なんと！お礼を申し上げまする！
ユナカ、今日も大活躍でしたね。やっぴー、神竜士に褒められて私ね、感激です。その戦闘力は並大抵のものではありません。傭兵でもやっていたのではないですか。傭兵？そうです、さすが神竜士、よくわかりましたな。それだけ強ければさぞ有名だったのでしょうね。そうですな、それなりには。やっぱり、もしかしたら仲間の中にユナカを知っている人がいるかもしれませんね。今度聞いてみることにします。それはおやめください。どうしてですか。すみません、話を合わせてしまったのですが、私め、傭兵などはやっていないのです。え、すみません、また嘘をついてしまい。しかし過去のことを聞かれるとどうしても。ごめんなさい神竜士、私はあなたに褒められるようなちゃんとした人間ではないのです。本日はこれにて失礼。ユナカ、ユナカが起こしに参りましたぞ。もしや私めではダメなのでしょうか。ならばこれではいかがでしょう。おはん、神竜様、お目覚めの時間でございます。ああ、バンドレ氏のモノマネ作戦は成功したようですな。しかし私めがお呼びした際にも起きてほしいです。神竜様、フィレネ南方の諸島にてこのような謎の腕輪が発見されました。他にも腕輪を祀っている史跡が発見されたとの情報が。一度向かってみてはいかがでしょうか。腕輪から紋章師の気配が。まさかこの中に。あ、新たな呪文が頭に浮かんできます。収めよ、探偵のエンブレム。はあ、やっと外に出られたわね。私は紋章師エーデル・ガルト。それから俺は紋章師ディミトリ。俺は紋章師クロードだ。よろしく頼むよ。エーデル・ガルト、ディミトリ、クロード、一つの腕輪に紋章師が3人も。申し遅れました、
私は神竜です。あなたたちはなぜここに？腕輪に宿る紋章師ということはエレオス大陸の紋章師ではありませんよね。ええ、私たちはもともと違う世界を守っていた紋章師よ。どういう理由かこの世界に来たようなのだけれど。違う世界から、もしかして試練を与えるために？安心して、あなたと剣を交える気はないわ。私たちを三人同時に権限しただけで組するに値する。そろそろ三人で話す話題も尽きてきていた頃合いだったし。そうか、これからってところだっただろう。ディミトリの話が面白くなってきたんだから。嫌味はよせ。というかほとんど話していたのはクロード、お前じゃないか。皆さんはとても仲良しなのですね。仲良し？どうかしら。何？真に受けるなよ、エーデルガルトの冗談だ。冗談だよな私たちいつも競ってばかりだから、この3人で力を合わせるなんて新鮮よね。確かにな。俺たちは士官学校の生徒なんだが、それぞれ所属している学級が違うんだ。学級が？なるほど、いつもは切磋琢磨する相手なんですね。そう、だからこうして3人一緒に何かをしたといえば舞踏会とグロンダーズ呪術戦の後くらいじゃない？グロンダーズ呪術戦は実戦形式の学級対抗戦だ。その日の夜は学級関係なく互いの健闘を称え合ったんだ。かなり盛り上がったわよね。ディミトリはなかなかの堅物に見えるだろう。ここだけの話だが、打ち上げの時のこいつのハメの外し方はなかなか見応えがあったんだぜ。そうなんですか？初対面の相手に冗談かどうか判別しづらい話をするな。クロードの言うことは話半分で聞いておいてくれ。おいおい、ひどいな。2割ぐらいは本当だろう。減ってるじゃないの。改めてあなたに私たちの力を託すわ。存分に振るってちょうだい。大丈夫、きっと勝てるさ。そのために俺たちはここにいるのだから。お前には特別俺の秘策を授けてやるよ。度肝を抜くようなとっておきの策をな。とても心強いです。私も皆さんの期待に添えるよう頑張ります。これからよろしくお願いしますね。